ちは、ヨッシーです。50代見える湯のない私が家を見つけるまで、本日第45弾は、佐賀、長崎を経てここ熊本からお届けしています。今日シェアしたいことなんですけれども、チャレンジしてみるっていうことについてなんですけども、私は、相手があってのことなので詳細は、伝え、しないでおきますが、あることを、やってみたいと思って、会いたい方のところに行ってちょっとお話をさせていただいてきました。結果は、爽やかに砕けたんですけど、爽やかに砕けたっていうなんか伝わりますかね。結果は、そうなんです、砕けましたけども、すごくその過程、話に行ってみたというその行動が自分にとってすごくプラスになったというか、自分をまたさらに好きになって、自分の自信につながったんですね。で、この動画でも何回かお伝えさせていただいてるんですけども、私は幼少期すごく抑圧された中にいて、なかなかその自分の、好奇心、好奇心が湧いて、湧いてこなかったというかですし、その好奇心があったとしてもそれを挑戦してみるっていうことが、そういう発想がなかったんですね。で、大人になってから、いろいろありましたけども、だんだん自分の好きなことをやれるようになっていって、それでこういう行動までできるようになっていって、何が大きく変わったかっていうと、本当に自分のことが、どんどん好きになっていくっていうか、そうなんです。すごい力になっていってるんですね。で、もし本当に同じような境遇が、もしくはこの動画を聞いていただいて、ピンとこられた方で、なかなかその挑戦できない。どうしてもその自分の中にあるその抑圧された思いが、どうしてもその行動に移せないっていうか、そういう時、私もすごい長く続いたんですね。なんですけど、きっと、本当にいろんな人生があって、いろんな生き方があって、いろんな思いがあって今がある、皆さんあると思うので、それはどういうタイミングでかわからないんですけど、きっとそのそれぞれのタイミングがきっと来ると思うんですよね。なんか、あ、やっぱり今だっていうか、もう無意識のうちに挑戦するときは挑戦するぐらいの行動しちゃったみたいな、そういう時も来るんじゃないかって思うんです。もう本当に、あ、今だみたいな。で、そういう時が来たら、ぜひ、一歩もしくは半歩でも、挑戦してみていただくと、本当に、変わってくると思います。自分の考え方や生き方。なので、それをやっぱりお伝えさせていただきたいなと思いました。本当に昔の、自分を考えたら、とてちょっとこんな、あることは本当に言って、自分でやりたいことはこんな話をするなんていうこと自体もとてもそのできなかったですし、結果ばっかり気にしちゃって、変な風に思われたらどうしよう、こう思われたらどうしよう、やっぱり否定的なことばっかり考えてしまって、体も心も動かなかったんですね。やっぱりそういう、自分をまず許して、で、受け入れて、そこからまた行動していくと、本当にどん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 自分が生まれ変わって、細胞が生まれ変わるように本当に生まれ変わってきます。なので、もちろんその自分の心がまだ不安でいっぱいで、その挑戦が例えばまだ恐怖を感じるぐらいであれば、それはちょっとそれで無理に挑戦するとかいうのはちょっと話が、やっぱ違ってくると思うので、そういうのではなくて、本当に心の奥底が怖いんだけど、本当はやってみたいっていう、本当は心の奥にワクワク感、すごい好奇心があるっていう場合は、ぜひ、そのタイミングを見て、もしくはタイミングを自分で、作ってみて、挑戦してみてほしいと、なんかそう思ったので、シェアさせていただいてます。動くことで、気が変わるというか、
やっぱりそういうふうにも思うんですよね。もちろん、そうなんです。内観する時間も大切なんですけど、やっぱ動くこともすごく、やっぱりせっかく生まれてきたので動くこともとっても大切だなと思いました。なので自分の気持ちに合わすように本当に動いてみていただけたらなってそう、願っています。そしてこの、動画を聞いてくださってるかわからないんですけど、もし聞いてくださっていたら、話聞いてくださった方、本当に心より感謝しています。大切な時間をありがとうございました。そしてその話を聞く前に、また、別の場所で、素敵な出会いもありました。その方も、動画を見てくださってたら本当にありがとうございます。いろいろお話しさせていただいて、次何しよう。今何してたの？縄跳び。じゃあ今度これにしよう。それは何？これ？走り幅跳び。次は、なんでそんなに挑戦するの？なんかね、挑戦すればするほど楽しくって。今度は、君もやってみる？ご視聴ありがとうございます。誰かの背中を押せたなら、とても幸せです。応援しています。それでは、ヨッシーでした。では、バイバーイ。